おそす、ヒムロックです。いつもありがとうございます。いつものお店にやってまいりました。この間のですね、前回の動画か、白ライザーからの9枚で重複あったじゃないですか。ご指摘結構いただいてたんですけども、もちろん分かってます。いや、正確に言うと分かってたんだけども、疲れが溜まりすぎてて、もう頭がおかしくなってたっていうのが正しい表現です。はい。いや、ほんまね、あの日ね、もうここだけの話なんですけど、12時過ぎぐらいからもう体がもうプルプルし始めててね、アル中とかそんなんちゃいますよ。ほんまにプルプルし始めてて、あ、もうこれマジでもう今日帰ろうかなって思ってたぐらいしんどかったんですよ、体が。多分ね、連日のね疲れの原因っていうのは、編集作業の時のその椅子に座りながら自分足伸ばしたりとか、あれ腰だるいなとかね、えらい肩凝ってんなとかね、ずっと感じてたんですよ、以前から。うすうす、やっぱりそれがね原因で体にもダメージが来てると思いまして、今朝方かな、楽天で机と、そして骨盤矯正椅子みたいなのがあったんで、それを購入しました。なのでそれを使うと、その編集作業もはかどるんじゃないかと。でもほら、僕ってね、こうほら東京スタイルですやんか。そやからスタンディングができる、立ちながら作業ができるという、こう昇降式のデスク、これ買いました。うん、またねこれ到着しましたらどんなもんかこの動画でお伝えしたいと思います。はい。まあ、そんなわけで本日は大雨、いつものお店の状況も、まあ、いつも通りということですから、もちろんもう今日も今日とてディスクアップというわけで、早速実践の方行きたいと思います。おっす。リセットなしでちょっとずっと下がってきてるじゃないですか。ちょっとね、今また育つのをもうちょっと待とうかなと。育ちきってないと思うんですよ。なので、珍しく緑パネル、自分的には嫌いじゃない台なんですけど、ハマりがきついんですよ、緑は。はい。そんなんないですけど、でもちょっとだんだんとこう上り調子になってきてるこいつで、今日は、行ってみたいと思います。もちろん、条例タイムしてからということで、条例さえすればね、確実に今日も、出るか。それではいつもの段数調整からです。よっしゃ、こんなもんや。それでは本日もよろしくお願いします。おうおう、あー、ふとしか。さっきのふとしから全くもうほんまに何も起きないんで、それやし、よう見たら昨日4000枚オーバーしてるんでね、まあね、ちょっとヤバそうなんで、もう一台ちょっと気になってる台移動したいと思います。もう出ないと思うんでね。
青いきます。あー終わったな。赤いきます。いやーもう自分の中ではね、600分の1超え出したらね、もう完全に魔界モードなんですよ。なんでまあ時間も経ったし、まあ、いつもの台がねちょっと育ってるかもしれないんで、そっちに移動したいと思います。決めたい。黒で。
オリジナルダンスタイムから戻ってきて一芸やろうね。アニシー主にじゃあスローアフロ狙います。来ましたね。
gentlemen. いやー、朝はね、まあオカルト作戦で立ち回ってみたものの、もう幾台幾台どうなることやらというぐらい、もう全く演出も起きずね、これはもう久しぶりに2000枚負けぐらいかなと、そういう、まあ、雰囲気もバンバン出てたんですけども、なんとかね、いつもの台に移動したところ、まあ、ご本尊が降臨していただいたおかげで、なんとかプラス1000枚ちょっと、ねえ、ああいう時こそね、いや投資がね、あれがまあ1万円以内ぐらいの投資やったらね、行くんですよ、全然。ただね、やっぱディスクアップじゃないですか。なんかもう人波終わった後深追いしてね、途端に魔界に連れて行かれたら、もうね、せっかくご本尊様が降臨なさったのに、そのチャンスをね、もう
みすみす逃す手はないなということで、まあ、やめました。まあでもこれはもうガチで言いますけども、自分の経験上投資がやっぱりもう2万とか3万とか行く日はね、まくるあるいはもうチャラまで行くとなると、もう即やめが、もうそんな日は即やめがいいと思います。もうちょっとこれは本気で、はい、思いますね。まあ、そんなわけで今日はね、ちょっともう最後の面白いことを思いつかないんで、このまま終わりたいと思います。お疲れ様でした。Bye-bye.